井筒部屋はかつて存在した日本相撲協会所属の相撲部屋。歴史上最初に確認できる井筒部屋は、1884年に引退した六代井筒の幕内、井筒菊次郎が起こした。六代井筒は二枚観察で井筒部屋を運営していたが、1887年に死去して部屋は閉鎖された。その後、明治後期に、 第16代横綱、初代西の海が八代井津を襲名して、高砂部屋から、分家独立し、現在までの流れの源となる、伊豆津部屋を創設した。八代は、第25代横綱、二代西の海をはじめとして、駒ヶ岳、大江山松太郎の二大関や、関脇、坂鉾を育て上げた。鹿児島出身だったことから、 道県出身の若者の多くがその後も、豆筒部屋の門を叩いている。なお、六代と八代の間に、指定関係はない。二代西の海が九代豆筒を継承して、第三十代横綱、三代西の海をはじめ、大関、豊か国福場、関脇金洋、与三郎、小結宮城山昌君、幕内坂鉾聖吉、一の浜善之助、泉洋。 藤太郎、成功実技を育成し、仙台井筒が部屋を起こして、以来最高となる繁栄を築いた。温厚な性格で、人望もあったことから日本相撲協会取締りを務めたが、二度目の任期の途中に、役員会戦で、東西両陣営から、六名ずつ選出とした談合を、破って、井筒系の年寄りを増やしたことが、半陣営からの、激凛に触れ、 取締りを途中辞任して1931年1月27日に自殺した。九代正居後、星、木の恵実のが十代井筒として部屋を継承し、幕内、鶴上根、正松,松山帝蔵らを育てた。また独立して、先行三部屋を起こした三大日市の海の正居後、残された弟子を引き取り、源氏山たちを幕内に育て、井筒部屋を盛り立てた。 1938年に、双葉山が、第35代横綱に昇進してから、伊豆津部屋は、双葉山一行と一緒に巡業を回るようになっていた。そのため、1941年に、双葉山相撲道場が設立されると、八代伊豆津が、高砂部屋から、分家独立して以来属していた高砂一門から、双葉山相撲道場の参加に転属した。 1944年9月に10代遺術が請求する。幕内、鶴ヶ峰の2枚観察も検討されたが、結果としては認められず、部屋力士は、所属力士は、書類上、双葉山相撲道場に預けられた。鶴ヶ峰は1947年6月に現役を引退して、年寄り、11代遺術を襲名。 二葉山津盲道場改めときつ部屋から独立して伊筒部屋を再興した。十一代は関脇、鶴ヶ峰や幕内、坂鉾、立風、成功などの関取りを育て上げた。1972年3月に十一代伊筒が成去すると、鹿児島県出身で関脇まで勤めた八代君が、浜が本命視されたが、後継者をめぐって意見が一致せずに、 鹿児島県議会議員の娘であった11代、伊筒夫人の遺行で、部屋付き親方であった5代道の区が12代伊筒を襲名して部屋を継承した。8代君が、浜は、分家独立して、君が浜部屋を創設した。当時二人いた幕内力士のうち、太夫は、伊筒部屋に残り、西企業は君が浜部屋へ移籍。また22代、 式守森伊之助及びその弟子の行事も君が浜部屋へ移籍した。その後、十二代は1974年4月に、年寄り名跡を返上して七代道の区を襲名し、同時に、部屋の名称も、道の区部屋へと解消したために伊筒部屋の名称は、一旦消滅した。年寄名跡、伊筒は、高砂一門の九十部屋に所属する、第五十二代横綱。 北の富士が所有する形となった。高砂一門における井筒部屋が、母体とした九十部屋と合併したことから、君が浜部屋を率いる八大君が、浜は、1977年12月に12代九十が、所有する年寄り名石、井筒と、名石交換を行い14代井筒を襲名して、部屋の名称を君が浜部屋から井筒部屋へ解消した。 これに伴い、伊筒部屋は再び、時津風一門の系統に属することとなった。同時に、代々鹿児島県出身者によって受け継がれてきた、伊筒の名跡は、再び、鹿児島県出身者が名乗ることになった。14代は、大関、霧島をはじめとして、実施である関脇、坂鉾や寺尾など数多くの関取を育て上げた。 1994年4月に14代は定年退職を迎えたため、部屋付き親方である18代春日山が15代ずつを襲名して部屋を継承した。同年11月場所において、鶴の富士が新十両へ昇進し、15代が部屋を継承してからは、初となる関取が誕生した。2012年5月場所には、 モンゴル出身の各竜が大関へ昇進し、2014年5月場所には、第71代横綱へ昇進した。2004年1月には、部屋付き親方である20代四頃山が、分家独立して四頃山部屋を創設している。各竜の横綱昇進後、各竜を含めて、所属力士3人という、ごく小規模な部屋となっていたが、 令和元年9月場所9日目の2019年9月16日に15代、井筒が救世。また、井筒部屋付きの年よりも不在であったため、15代、井筒の死去により部屋の後継者が、宙に浮く形となった。このため日本相撲協会では、同場所千秋楽までは、各竜以下の所属力士3人を一時的に、鏡山部屋預かりとした上で、 場所後に伊豆津部屋の今後の取り扱いと所属力士の処遇について協議することを決めた。実定の元関分け、寺尾の経営する四頃山部屋への移籍も想定されたが、道部屋は二所の関一門に移籍している、関係上、一門をまたいだ受け入れが困難なことから、9月27日には14台、伊豆津の弟子で15台と、 兄弟弟子だった元大関、霧島が運営の道の久部屋が、各竜ら伊津筒部屋所属3力士を受け入れることが、日本相撲協会の理事会で承認され、各竜ら伊津筒部屋所属の力士3人と、床山一人は、道の久部屋へ転属した。現、道の久部屋は11代から12代までの井筒部屋を、源流としており、この転属で11代、 医術制拠後に分裂した系統が再び一つとなった。所属者の転属後、14代から15代まで使用した部屋の建物は15代夫人が一人で住居として生活していたが、1973年建築で老朽化が激しく、独居するには広すぎたため、主人は引退したらビルにしたいと夢を持っていたという15代の生前の意向を尊重して、 マンションに改築されることになったが、建築現場にある建築計画の掲示板には、共同住宅とあるため、相撲部屋経営者への賃貸が考慮されている。伊豆津の名跡は、二千二十一年四月現在、同じ時津風一門の豊四島大樹が、引退後に十五代の遺族からの仮株で、襲名しているが、仮株では、部屋経営ができないため、今後の正式取得による襲名者や、 新設、または2024年の道の区を館の定年による、後継者の名跡変更のいずれかによる部屋の最高の、有無については未定。行事、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、時津風部屋 P68、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、時津風部屋 P68、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、 高砂部屋 P37、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、時津風部屋 P36 から39、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ。時津風部屋 P36 から39、石井大蔵、土俵の修羅新長文庫、名門井筒部屋消滅1985、石井大蔵。 土俵の修羅新潮文庫、名門井筒部屋消滅1985、元関脇坂保子、井筒親方が、死去58歳水蔵岩下。日刊スポーツコム。日刊スポーツ新聞社。17セプテンバー2018。2018年9月17日。閲覧。鏡山部屋の一時預かりに、死傷級生の井筒部屋力士ら。産経ニュース。 産業経済新聞社、17セプテンバー2018、2018年9月17日、閲覧。横綱閣留ら、道の区部屋へ、転属井津親方の旧姓で、日本経済新聞、日本経済新聞社、27セプテンバー2019、2019年9月27日、閲覧。伊豆津部屋の解体工事開始、坂保夫人。 胸いっぱい、日刊スポーツコム、日刊スポーツ新聞社、3ノーベンバー202021 2020年1月27日、閲覧。ありがとうございます。